11番アップライトの取り付けです。使用する部品を用意します。タップを切っていきます。では、組み立てていきます。締めすぎると動きが悪くなるので、スルスルになるように調整します。自重で落ちるくらいスルスルにします。反対側も同様に組み立てます。こちらもスルスルになるように調整します。これくらいで大丈夫だと思います。ということで11番が終わりました。12番フロントアームの組み立てです。使用する部品を用意します。では組み立てていきます。ここもスルスル具合を確認しながら締め込んでいきます。大丈夫そうですね。反対側も同様に組み立てます。次にナックルですが、純正ナックルを使用しますので、このように組み立てます。
つできました。反対側も同様に組み立てます。ということで12番が終わりました。13番、フロントバンパーの取り付けです。使用する部品を用意します。タップを切っていきます。それでは組み立てていきます。バンパーとフロントサスアームがつきました。スルスルでいい感じです。ということで13番が終わりました。14番、フロントコイルスプリングの取り付けです。まずはこのチューブをカットします。組み立てていきます。なんとも言えない哀愁を感じますね。いやー、なんと言いますか、380モーターといい、このコイルスプリングといい、非力でけなげな感じがなんとも癒されますね。いやー、いいじゃないですか。本当癒されますね。
かれた現代人にはこういうラジコンが必要ですね。ということで14番が終わりました。15番、フロントホイールの組み立てです。使用する部品を用意します。ホイールの準備ができましたので、タイヤにホイールをはめていきます。多少きつめではありましたが、なんとか入りました。ビスで止めていきます。瞬間接着剤を使わないので、初心者には優しいかもしれないですね。一つできました。もう一つ同様に組み立てます。ということで15番が終わりました。16番、イヤホイールの組み立てですが、このリアに関しましてはとても大変な作業になってしまいましたので、次回にしたいと思います。ということで今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。